2世帯住宅で同居中。琴音子は2人、男、ともしつけがなってない。2人とも里帰り出産で、次男出産の時は、完全に世帯同居中の私が妊娠中で、乱暴な長男と何もしないで口を出しまくる琴音に、とめさんと一緒にイライラした。あまりにひどいので、琴音がいる間とめさんの助言もあって、実家に避難した。琴音一家が、数日前に遊びに来た。その時に、三人目妊娠を聞かされ、今回もよろしくわら。なんて言い出して、一瞬目の前が真っ暗になった。けど、今は2世帯別々だし、と思っていたら、とめさんが、あら、そう？毎月苦しい苦しいって言ってたけど、三人目作る余裕があるみたいで安心したわ。夏にお父さん、定年だし、毎月渡してたお金が、もういらないわね。あとことめ長男くん、学校あるでしょ。無理よ。部屋もないし、あなたたちも三人目なんだから、自分たちでどうにかできるでしょ。ファミリーサポートとか食材の宅配サービスとかあるんでしょ？近所の若いママさんたちがそういうの利用して頑張ってるのよ。今は便利になってよかったわね。琴音夫婦ポカーン。琴音が、それでも親か、お金くれないと育てられない、部屋なら2階にあるじゃない、とファビオリ出したので、とめさんが、2階は私たちの家ではありません。お兄ちゃん夫婦、私たち夫婦、の家であって別世帯。大丈夫。やりくり次第で何とでもなるから。家族旅行なんて行かなくても死なないし、毎日着飾らなくても死なないわよ。だいたい子育てするなら、もうちょっと動きやすい格好しなさいよ。ミッセンとかいいわよ。それに、いつまでも親のすねかじったままじゃ、琴音旦那さんに申し訳ないわよね。ね。琴音旦那苦笑い。琴音は、私にすがるように目線を向けてきたけど、その瞬間琴音子が障子をぶち破った。怒る琴音旦那。やだーと他人事な琴音。とめさんが、あらー。次からは弁償してもらわないとねー。夏から年金暮らしだし。年金と子供たちからのお小遣いで、なんとかやってけるはずだからよろしくねってウィンクしながら舌出した。琴音は、無言で帰って行った。親が年金生活になっても、またただで迷惑かけるつもりだった琴音。素直に自宅で頑張るのかはまだ謎。ちなみに、琴音さんから、琴音と同額のお金を、うちももらってる。琴音さん曰く、私たち、うとめしも、お金に汚いあの子のことだから、絶対に嫌な思いをすると思うから、その迷惑料の分割払いだと思って受け取って。とのこと。うとさん定年後は年金だけで生活できるし、前に旦那が少し援助しようかと話した時にきっぱり断られた。琴音は確かにお金使うのが好き。デパート大好き、外食大好き、家族旅行は最低、年2回。琴音の欲求を抑えれば、うとめさんからの援助は確かにいらない。